お疲れ様です。ラットです。というわけで今回もね、クラッシュライダーやっていくんですけど、ちょっと久しぶりの、はい、動画投稿かなと思います。休んでましたね。一週間ぐらい。はい。サボってはないです。決して。はい、一週間ぐらい休んでて、まあ、久しぶりになんですけど、一つね、嬉しいことがありまして、チャンネル登録なんと10万人突破いたしました。ありがとうございます、皆さん。パチパチパチ。というわけで。ですね。ちょっと皆さんのね、おかげで頑張れてるんで、これからもね、ちょっと頑張っていきたい。久しぶりに動画投稿したんですけど、まあ今日からね、毎日投稿、できるだけしていきたいなと思います。というわけで、生放送ね、でも、最近ちょくちょくやってるんですよね。はい、なんで、生放送もぜひ、まあ夜ですね、よければね、見に来ていただけたらいいかなと思います。まあ軽いトロ上げであったり、まあグラチャレであったりだとか、まあシーズン終盤だとね、やっぱガチマルチなんですけど、序盤だといろいろしてるんでね。はい、そちらもね、まあ動画投稿毎日しつつ、生放送もね、何日かに一回やれたらいいかなと思います。というわけで今日メガナイトディガーを使っていきます。で、まあこちらなんですけど、最近めちゃくちゃ増えてて、まあ今もうディガーですね。もうディガーがやっぱ強えなって改めて、こう、クララ全体通して思われてる環境ですね。もうディガーゲーですね。ディガーゲーで、またスケラ、もうディガースケラ。で、まあ、それに勝てるクロスもちょっといるかな、ぐらいですね。ディガークロススケラ環境かなと、個人的には思います。で、このね、ハンターの枠がマスケ、トリトンの枠がユーノ、コウモリの枠がサンガゴ、ゴブリンの枠がタルババ、ザップの枠が雪玉、みたいな感じで、結構替えがね、何でも効くんで、結構自分のユニレベと相談したりだとか、こう自分のこっちの方が使いやすいなみたいな感じでこう全然ねいじってもらってもいいかなと思います。はい、でもこの方で結構、まあ、今のマルチ上でね上がってる人が多かったんで、僕は前のユーノとかねマスケ型の方がちょっと使いやすいなと思ったんですけど、この方がね今増えてるんで、はい、触ってる感じですね。まあ、ハンタープラスのトリトン、トリトンですね。最近マスケもマジアチャもやっぱいて、アイスイーツ、まあ遠距離は絶対いるんですけど、基本的にどのデッキにも。だからより前より増えたダクネマスケデッキとか、なんかマジアチャとダクネデッキとか、まあ遠距離が多い環境になってるんで、まあトリトンがそこにも優秀ですし、かな？なんかトリトンも意外と、久しぶりですね。そんな見られなかったんですけど。で、まあ、ゴブリンは、もう圧倒的ディガースケラ環境なので、もうディガーとスケラのもうダブルメタですよね。ダブルメタ。おい、はい、はい。これ、あれですね。メガナイトウォールブレイカーの、僕のあの枠が、ハンターの枠、エレキとかかな、多分。はい、はい、守る。大事、ザップは使ってないな。ふぅ、いてぇ。2枚かも。いや、でもコンボやったっす。一回適当に様子見で、様子見ウォールブレイカーですね。ああ、よくない。一発入る。ウッドか。ウッドだったら、なんか高回転のウッドって珍しいですね。これあれっすね。多分エレキとか降ってくる気がするんで、トリトンで、この後のエレキ向けたい。降ってこず、ザップ使います。なんだろう。エレキコームに言うのディガ。ディガっぽいかな？こう書いてんの。ぽいっすよね。ディガっぽいだけにね。くさーって。マジで、こう、久しぶりに動画投稿なんで、どんなこと話してたかとかあんま覚えてないんですけど、こう、まあ、いろんなことがね、やっぱこの一週間の間にあったわけですよ。で、まあ、成人式もありましたし、まあ、ちょっと前か、ガキ使紅白もありましたし、古すぎるかな。とか、まあ、あと、レッドブルメオっていう、大会があって、はじめさんが優勝しましたね。僕も負けましたし、焼き鳥も負けましたしっていう。まあ、やっぱマルチで上手い人はね、テスラクロス、クロスが上手い方ですね。なんすか、一回世界一フィニッシュもしてますし、やっぱマルチがね、強い人はもうね、結局強いんですよっていうので、まあ、結論マルチ上位取ればいいって話なんですけど、むずいんすよね。本当に。深刻なんすよね。分かってはいるものの、そう簡単じゃないっていう。よいしょ。さあ、という感じですね。これは、引っ張ってくれそうですね。ディガー来る。よいしょ。いや、トリトンの受けとしては優秀ですね。さあ、来た。で、ここね、メガナイト行っちゃって、メガナイト降ってくるんですよ。なんで、こう、トリトン出して、よいしょ。で、メガナイトが、あっち行け。あっち行け。うん、やべ。いいザップ打たれる。
まだザップ打ったってことはメガライトも冴えたってことはですよ。エレキか。エレキズシャン。あ、でも、間に合わない。入る。うっしゃ、来た。で、これもウッドもディガーも冴えてる。ゴブリンだけで守れます。暇なんで端前トリトンしてユニット探したいっすね。オッケーオッケーオッケー。いや、美味しいですね、これも。美味しい美味しいですね。で、相手としては逆サイ来るぐらいじゃないのかな。逆サイ来なかって、対面だったら、コウモリ U の D が、もう、あー、これでメガネ止まるか。まあでも、ウッドザッパーですね。ウッドザッパー。ウッドザッパーちょっとかっこいいな。うわー、まあタイブレーカーですね、こんなんも。もう削れねえっすもん。相手にもらえると、あ、これいらないですね。削れないんですけど、もう攻めますね。で、ザップかましつつ、おい、え？来た！トリトン親父、来た！いや、ナイス？今のトリトンが、いい感じにサポートしましたね。もう僕受けてばっかり嫌だって感じで、ちょっと、いい感じの、最後の最後に決めていきましたね。ナイスというか、いうわけで、さあ、クロスがね、でもマルチ増えてますね。クロスやだ。クロス嫌っすね。クロス、なんか、エリポンクロスとかも、いますし、なんか、いろんなクロスが、すごい、辛い。ただ苦手なだけなんですかね。まあ、クエイクは、今はそんないないかな、っていう感じで。はい。で、はじめさんとのレッドブル、さっきの話に戻るんですけど、予選の、やつは YouTube で放送されてないんですよね。そう。なんで、試合見ないって方が多分結構いると思うんですけど、1戦目2試合 BO3 ですね。BO3 で2連続負けたんですよね。普通に。まあ、1回目勝てそうだったんですけどね。個人的には勝ちたい相性だったんですけど、あと少しはね、届かなかったですね。クエイク？あ、違う、ロケット、プリンセスミニピョフグはじめさんが使って、僕が、ボムタワースケラーを使ってたんですけど、ボムタワーないタイミングで、ホグ来て、スケだけで許容して守ろうとしたら、端前プリン、違う、スケだけで許容して守ろうとして、まあ、ウッド来るだろうなって待って、ウッド転がってきて、ウッド転がってきてから、スケルトン出したんですけど、やっぱこう、ウッド余計スケもバレてての、端前プリンでスケルトン処理されて、そこを捨てればよかったけど守って、みたいな感じで、ちょっとね、うまかったんですよね、本当に。本当に、それしか言えないけど。よいしょ。さあさあさあ、相手は、遅延スケルトンラッシャーマンさんですね。来た。アイス、あ、ディエゴ B やん。まさかって言うとこ。よろしく。チームリキッド、世界大会優勝した人、優勝した時にいた人ですね。もうディエゴ B、カナリオ、サージカルゴブリン、もうね、なんか、最強メンツに、E号の4人で優勝してましたね。さあ、遅延スケラは、ゴブリンですけど、基本的に守れますね。なんで、でもしっかり形を組まれると僕としても嫌なので、まあ相手がやっぱ攻めてくるタイミングで攻めていきたいが、めっちゃ守ってきますね。これポーズに来たらちょっと嫌なんですけど。もう後ろベビーから入ってきて、そうっすね。で、コウモリでもつけつつ、ディガーでも削っていきたいですね、本当に。あれが溶けた瞬間に、OK。タルババだけだと、竹次第。オッケーオッケーオッケー。うわぁ。防衛勝てぇなぁ。さあ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 。で、この瞬間ぐらいに、ディガーコウモリ。うわぁ、ちょっとやべぇ。うわ、なんかめっちゃうめぇ攻め、取るにされた。うわぁ、やべぇ。え？めっちゃうめぇ攻め取るにされた。マジ？今、普通にポイズン来ると思ったんすよね。ちょっとやばい。10秒だ。いやー、マジ？ちょっと今のはね、ディエゴ B っすね、マジ。いやー、今のかー。攻め取れねえか。ちょっと警戒が薄かったっすね、多分。なんかと、ゴブリンとハンターと、もう一枚トリトンか、全部トレネで合わされちゃったんで、ハンターをもうちょっと高めに、もっと高めでよかったっすね。アイスイゾーの目の前ぐらい。いやー、ちょっとなー、甘えたっすね、今のは。まあまあまあ。強いっすね。いや、これに、
こんな感じですんなり負けるようだったらちょっと良くないんでね、勝ちたいな、勝ちたいなって感じですね。はい、という感じで、さあラストいきますか。今ねマルチ何なんかいろいろ使ってるんです。8戦大会があるんですよ。そう、8戦大会行われて、今予選 A グループから、僕 C グループなんですけど、 A グループがあの麦さんと、羽羽さんですねが予選突破して、多分毎日基本夜もあるんで、ちょっとね見て勉強しつつ、いや予選突破したいっすね。ちょっと、いやー僕のグループは誰がいたかな、各グループ6人で総当たりして上2人が予選突破みたいな感じなんですけど、ふう、僕の試合は23かな僕の試合は23なんで、23日の夜ね、夜10時から僕の試合、良ければね見に来てもらえればいいんですけど、なんでこうしっかり準備していかないといけないですね。うわそんなことある、タイミングがザップ来ないで。いやでもヤラメ使ったってことは結構コストないから、これザップった方がいいな、ザップったら一発止まる。 OK、 はいはいはい、やっぱ相手がこうやっぱ攻めてきたタイミングですね。今のこうバルーン来てハンターも咲いてコウモリも大将、もう僕は何もできないんですよ。バルーンにもう見とくだけしかできないんですよ。見とくだけになるぐらいなら攻めちゃうって感じですね。はい、そしたら今攻めたことによって僕はダメージ受けたんですけど、僕もダメージを相手に与えてるって感じですね。で一回墓石あるんで、トリトンで墓石壊してからウォールブレイカーが理想かな。はいはいはい、ヤナメがちょっとね厄介でしたね。でもヤナメだとハンターが止まんないんで、もう1枚ぐらいあってもおかしくはないと思うんですけど。で、これベビーのタケ取りつつ、逆サイのタワーの、あ、逆サイのタワータケ取れてね、しくった。あ、ちょっと、あー、もったいない。あ、一発入ってるもん。ラッキー。さあ、で、縦の選手でしたね。ゴブリン、この辺で攻めて、多分縦の選手受けかな。うん、そうですね。で、まあ、後ろからコウモリ出しとけば、ベビーも回ってないですし、オッケーオッケー。で、このディガーの受けはないんで、ディガーは絶対無視できますね。はいはいはい。で、僕でも、程度的にすることないんで、軽く攻めて、まあ、ここ止まらないんで、攻めて、攻めて、もうこれバルーン多分止まんないから、ここだけ、オッケーオッケー、ハンター、あー、まあ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 。そうなんすね。まあ、こうなっちゃいますね。逆サイもっと出だしから攻めときたかったっすね、僕としては。さあさあさあ、ヤナメ咲いた。ここは一回ステイですね。自我削り。まあ、ヤナメだけなんですけどね。そのヤナメだけが、硬いんですね。まあ、ここはメガネとかぶせていきますか。ふうし、こっからですね。バルーンを、まあ、2周目ハンターで守るとして。ここは早めにハンターコウモリで溶かしたいですね。ヤナメで一緒に巻き込まれる。ヤザップか。ヤザップはちょっと辛いですね。これでもハンター回る。コウモリも回る。オッケーオッケー。オッケーオッケー。いい。なんかめっちゃ入ってる。めっちゃ入ってる。めっちゃ入ってる。いい。オッケー。このヤナメは。オッケーオッケー。で、これは多分ハンターが相手。あー、ちょっとカスでしたね、これ。これ良くねえですね。まあ、陸来る。オッケーオッケー。で、遅れてから、これで相手守んないといけない。よしよしよし。でも、キングはさすがに大丈夫だと思いますね。キングは、なんちゃら折れねえぜ、みたいなやつですね。さあ、もうここはディガーどんどんバシバシ系ですね。さあ、ザップとディガーでダメージ稼いで、まあ、ワンチャン持ってかれるぐらいですね。真ん中、ラバーとディガーとかで。よいしょ。まあ、でもどんどん行っていいですね。これ攻めれば攻めるだけ相手は苦しいっていうのがありますね。さあ、来たというわけで、高回転ハンターゴブ、ハンターコウモリが刺さりましたね。ディガーとか相手がディガーとかなくて結構ゴブリンがね、暇するんですけど、その分僕結構端前でね、ディガーゴブリンとか攻めで使ってた。と思います。なんで、なんか、
ゴブリンが活躍しないときは、こう攻めでどんどん使っていくと、意外と厄介なね、ディガーゴブリン。はい。参考になればいいかなと思います。というわけで、毎日投稿ね、これからできるだけやっていきたいので、まだ生放送もするんでね、よければ、はい、夜適当にしてます。見に来てください。というわけで、8000大会ね、頑張ります。賞金がなんて優勝したら230万ぐらいかな、もらえるみたいなので、夢のまた夢ですからね。はい、頑張りたいと思います。というわけで、よければチャンネル登録、高評価の方、コメントもよろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。